ガールズバッチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊。最初のコーナーは抜少受験簿、私しっとっちゃん。今日スタジオにいるメンバー2人がこの1ヶ月の間に抜少メンバーに起きた珍事件の目撃情報を紹介します。はい、じゃあまずは私瀬田から紹介していきます。はい、抜少事件簿ファイル107、もうすぐ。はい、ほんとね、さっき起きた事件でこれがですね、今日そのラジオを収録するために、うんうん、あのこの場所にね集合するってなって、いつもスタッフさんとメンバー2人がね、集まるんですけど、今日はちょっとね道が混んでいたりして、うんうん、ここに来るまでメンバーも結構遅れちゃったりしたんですよ。そうね、でその時に私がちょっと先に遅れて着いたんですけど、うん、その時に愛ちゃんがまだ来てないんだよねって、うんうん、でももうすぐ来るらしいよみたいな話をしてて愛ちゃんまだかなって待ってたんですけど、大丈夫かなって待ったんですけど、その時にね、あのスタッフさんと遅れてるメンバーとかは、あとどれくらいで着きますとか、うんうん、今こんな感じですっていう連絡をねするんですけど、その時にねスタッフさんが爆笑してて、どうしたんやろうって思って LINE を見せてもらったら、もうすぐ浮きますって書いてあってそう、愛ちゃんもうちょっとで浮くらしいっていう話を聞きました。すっごい焦っとって、うん、やばいやばいやばいと思って、うんうん、あ、もうすぐ着くっけ、連絡せんと思って、うん、急いで打ったらね、うん、ウになっとったね。なっちゃったね。確かにね、浮いた方が早いもんねって言った人も言ってて、ね、浮いていけたらいいのに ね本当にね。でも愛、よくよくあるかもしれない、うん、なんかそのインスタを載せましたとかっていうのを、うんうん、こうマネージャーさんに送るときに、うんうん、写真と文章とインスタ載せましたって送るんやけど、うん、なんかなるべく通知音を1回にまとめたいなって思って、うんうんね、なんかいっぱいポン、間が空いてポンってなったら、うん、ちょっと迷惑かなと思って、うんうんうん、急いで送ろうとして、ほうほう、あのインスタ乗せまたしとか、乗せまたし、そう、なんかちょっと順番が逆になったりとかはあるかもしれん。たまにさ、あの抜少の公式のツイッターにも愛ちゃんが、うん、あの誤字しましたっていう、ね、載ってるね、ツイートがあるよね。えさくらはある？いや、あんまりない気がするんだけど、うんうん、あのスタンプを送るときとかに、うん、あの隣のスタンプを送りたいのに間違えてこう指がちょっと違うのを押しちゃって、なんかちょっと空気読めないスタンプを送っちゃったりすることはあるんだけど、うんうん、すぐ気づいて送信取り消しとかするかな。えなんか今日もさ、あの抜少の LINE のグループさ、さくらから朝ちょっと早くにあの通知が来とって、バレた。でも見たら送信取り消しましたってなっとったけん、うん、そうそうそう、これは何やったんやろうってうちゃんもやった。なんかそのインスタのストーリーで今ちょっとね、バテーション自体がたくさん YouTube にライブ映像を載っけてるから、うんうん、そうね、そうね、それの告知をしようって思って、うんうん、あのいつもねスタッフさんと私、うん、セターだけのグループに送ったつもりが、うんうんうん、普通にグループ、みんながいるグループに送っちゃってすぐ消しました。なるほどね、うん、なんやろうって朝思いやった。でも既読ついてなかったから絶対にバレてないって思ったあ、でも多分取り消した後に見たんかな。あ、それでもさ、通知って残っとるやんか。残るよね、やらかしましたたまにやっぱあるよね。あるよね、しょうがないよ ねじゃあ続いて私、木山愛いきます。抜少事件簿ファイル108、心霊現象。おー、これ事件っぽいねタイトル。そうよね、これは今は収録なんやけど、うんうん、あの東京ドームシティホールに向けて、うんうん、リハーサルをね東京で2日間やったんやけど、はい、その1日目終わった後がホテルに宿泊やって、そうだね、でそれも一人部屋やって、うんうん、でその一人部屋やったけん、その日のリハの映像を見て、うんうん、あ、もっとこここうしたいなとかっていうのをこう自分で確認しよって、うんね、なんかね、で歌の確認、歌の練習とかちょっと軽くしよって、うん、その日のホテルの隣のお部屋が、うん、のマネージャーさんやって、うんうんうん、でその次の日の朝に、うん、そのマネージャーさんに、なんか昨日すごい歌声が聞こえるって思ってみたいな言われて、でなんかなんだろうって耳を澄ませてみたら、うんうん、あの聞いたことある曲やなって思って、うん、この曲はって思ったら、うん、すごい愛の
愛ちゃんの歌声がめっちゃ聞こえよってよって言われてなんかね最初は本当に心霊現象かと思ったって言われて、ね、私も聞いたスタッフさんからけどよく聞いたら抜粧のあのダンサーインザナイトだったって聞いてそうでなんかその歌いよった場所も分かっとったみたいで、うん、愛ちゃんあのパート歌ってたでしょって言われてめっちゃ恥ずかしいと思って事件だねそれはねだからちょっと自分的にはすごいやっぱホテルやけん、うん、声抑えめに歌いよったんやけど、うん、分かる分かる、ね、でもなんかこんなに聞こえとったんやと思ったらめっちゃ恥ずかしくって、うんね、ちょっともうこれからはねもっともう枕に向かって歌おうと思ったそうしようそうしよう、ね、恥ずかしいお話でした以上、抜粧事件簿、私しっとっちゃんのコーナーでした。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊。続いては、これが私のマスト隊。これにはこれが欠かせない、あれには絶対あれでしょう。出されたシチュエーションに私たちメンバーがマストと思うものを答えてその理由を発表します、はい、では箱に入ったお題を引いて早速答えていきましょう。はい、じゃあセタが1個目を引きたいと思います。はい、出ました。ラジオネーム名乗るほどでもないものですさんからいただきました。ありがとうございます。ライブに持っていくのに欠かせない防寒グッズ。冬のライブってことよね。うん、冬のライブです。オッケーオッケー、じゃあ行きますね。はい、それではライブに持っていくのに欠かせない防寒グッズ、私のマストはせーのヒートテック。着替えてなんだあのさ、うん、あのライブでは汗かくやんか、うんうん、で冷えたまんま外出たら寒いやろうけん、うんうんうん、それの着替えるためのお洋服。確かにインナーとかね、そう結構冷えちゃうもんね汗で ね、 ね、わかるわ。絶対欠かせない。さくらは、うん、ヒートテック。あー大事、うん、大事かな。あのしかもヒートテックでも薄いのじゃなくて、うん、分厚い、もう、ね、もう極厚なやつを持っていきます。ということで、あともう一個くらい引きますかね。はい、引きます。じゃじゃん、ラジオネームコロスケさんからいただきました。ありがとうございま す。カラオケで歌う曲。待って待って、カラオケか。なんだ、最近行ってないな。なんだなんだ、カラオケなんだなんだ。一曲よね、一曲。あ、はい、決まりました。決まった。ちょっと待ってよ、はい、ちょっと待ってよ、いいよいいよちょっと待ってよ、マストよって来てる。マスト、マストですよね。うん、マストの曲です。オッケーオッケーオッケー、決まった。はい、イエス。それではカラオケで歌う曲、私のマストはせーの、タッチ。ゆいさん、あ、ゆいさんのサマーソング。おー、サマーソング、いいよね。そう、いいよね、うん、あの曲めっちゃ好きで似合いそう。確かに絶対歌う。いいね。さくらは？私はタッチですね。 あの昭和感がたまらなくて癖になっちゃうから、いい、ね、毎回行った時は歌うかもね、うん、あ、いいね以上、これが私のマストタイでした。バッテン少女隊のバッテンラジオ隊は毎週月曜日夜11時30分から RKB ラジオで放送中。聞いてください。タクジと歩く25分。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしでお送りしています。私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか。福岡の地名が出てきますよ。